スネイルシェルが企画するファンタジー RPG 的な世界観を持つアクションフィギュアシリーズ俺の異世界冒険、その第一弾はまさか勇者ではなくちょっと悪そうなサキュバスのお姉さんラスティア。というわけで10月発売予定の完成品稼働フィギュアスネイルシェル最新作ラスティア、今回こちらをですねメーカーさんからご提供いただきましたんでご紹介していきたいと思います。定価はですね7700円です。で箱はね全体こんな感じなんですけども、これですね今回ですね、完成品の見本とかが一切載ってないんですね。なんで、一見するとねどんな内容なのかちょっとわかんない感じになってるんですよね。これは珍しい。なんででしょうね。ちなみにですねここにね対象年齢15歳以上って書いてあるんですけども、DMM の通販では、DMM 通販ではなくてファンザの通販になっておりましたんで、そっちではね、R18 扱いになっておりました。なんででしょうね。というわけで、早速開けて中身見ていきましょう。耐えてくれよ、YouTube くん。ちなみにね、11月には、第2弾として、このサキュバスとね、対をなすようなね、シスターがね、ラインナップされているんですけども、シスターなんですけど、そっちもですね、DMM では R18 のね、商品になっておりました。なんででしょうね。というわけで早速開封して中身見ていきましょう。いきなり飛び出てこないよな。大丈夫だよな。じゃん。あ、大丈夫ですね。こちらが本体ですね。まずね、塗装が綺麗ですね。グラデーションね、しっかり入っていて見栄えがとてもいいです。ね、クリアパーツもね、使われているしね。髪の造形もね、シャープで美しいですね。角もね、力強い造形で塗装もね、まがまがしい感じで素敵ですね。こういった部分はね、こんな感じでね、稼働したりね、かなりね、気合が入ったね、作りになってはいると思うんですけども、いや、思ったよりクリアやな。思ったよりクリアですね。これ大丈夫か、これ。でも大丈夫か。プラモのね、透け塗装とかもね、消されてませんしね。多分大丈夫だと思うんですけども、これですね、待ってくれ。ちょっと触ると、ちょっと触れるともう、ね、これあかんな。これあかんす。完全にモザイクです。造形はされていませんが、僕はアウトだと思うんで、ごめんなさい。ここでモザイクかけます。お顔はですね、ちょっと、釣り目な感じで誘うようなね、お顔がですね、とても美人さんですね。でね、関節の保護ですね、色移り防止のシートがね、各関節に挟まってはいるんですが、今回もね、引っ張るだけで簡単にね、除去できるんで、これ、毎回嬉しいですよね。特に分解する必要はありません。あ、触ると動くこれ。やばい。過去一レビューが難しいやつこれ。これは、お仕事なんで、私、責任を持ってね、ご紹介させてもらうんですけども、首ですね。首を外すとですね、まずね、まあ、こんな感じの分解がいいかな。で、首をですね、取り外すと、これですね、これね、取り外すことができます。思いっきりモザイクかかってると思うんですけども、取り外すことができます。でですね、ごめんなさい、ちゃんとね、造形されてます。塗装されていませんが、造形はされているんで、腕にね、自信がある方はね、やってみてはいかがでしょうか。これはね、お仕事なんで、医療行為なんで、ちょっとね、触らせてもらいますけども、硬質パーツです。プニッとはしません。ね、硬質パーツであります。で、今回もですね、ちゃんとね、フェイスパーツはですね、眼球可動がちゃんとね仕込まれております。付属のね、この可愛いねステッキの先端がですね、ドライバーになってるんで、これでね、これ差し込んで動かすことで目線をねこんな感じで変更することが可能になっております。でね、交換用フェイスパーツはねもう一種類ですねついておりまして、こちらがですね、交換用のフェイスパーツですね。なんで今回はねデフォルトと合わせて2種類のねフェイスパーツが付属しております。こちらのお顔もですね、こう挑発的でいいですよね。こういったもね、眼球可動ね、入っております。これをね、こんな感じで取り付けてあげると、あ、やばいっすね、これ。やばいね、これ。めちゃめちゃ、もう、ダメだ。あかんです。僕の語彙力では説明ができません。これは誘われてるわ。たまらんですね。めちゃめちゃ、可愛いし、美人さんだと思う。
対象年齢15歳、15歳でこれに出会ったら後の人生狂いますよ。よし、俺はもう十分冒険したんで、ちょっとあのマスキングテープ貼らせてください。これでね、これで後の撮影がしやすいと思う。これで大丈夫。ちょっとマスキングテープでね保護しておけば、これでねポロってもね大丈夫でしょう。よし、じゃあね、ラスティア本体のね、ご紹介させていただきましょう。プロポーションはですね、ご覧の通り非常に抜群ですね。スタイル抜群です。背中側もですね結構造形がセクシーで、しっかりねピンクのシャドウが入っていて、柔らかそうな感じがねしっかり出ております。で、髪の毛はね、いつも通り軟質パーツがね一部採用されていたりするんで、全体的に軟質パーツかな。肉が厚い部分はね硬いんですけども、薄い部分はね結構柔らかいんで、もみあげとかもね造形張るなんですけども、こうね動かしてもねちゃんとねこう逃げてくれるんで、破損の心配はなさそうですね。で、首周りはね、こんな感じ、結構柔軟にね稼働してくれますね。で、胴体周りの稼働はですねこんな感じでグイッとね、大きく反らせたりねすることができますし、左右にもね振ることができます。スタイルを崩さずね綺麗に稼働してくれますね。で、肩もですねこんな感じで、よかったマスキングしておいて、グイッとね上がりますし、肘もね深く曲がります。股関節も優秀ですね。グイッと大きくね広げることができますし、前後左右にもね大きく動かすことができます。うん、上げるともかなり上がりますね。グイッと足をね上げることができます。この部分ねロール仕込んであるんで、股関節の可動をね、ちゃんとうまく使って、ロールもね使ってあげれば、こう膝立ちとかもね綺麗に決めることができますね。足もね、膝もね二重関節で深く曲がりますし、足首もね可動が柔軟ですね。可動範囲はねいつも通りですね、素晴らしい。で、あとはね造形のポイントとして、これ手がですね、これ伝わりますかね、ちょっとボケちゃいますね、すいません。爪がですね非常に長くてね、お美しい形をしておりますね。でね、交換用のハンドパーツもね全部爪が長い感じで造形されております。交換用ハンドパーツはこんな感じの、ちょっとねぐわっとした感じのね平手と、こちらはね先端に軸がついたね平手パーツですね。で、あとはねまあ武器とかね持たせる穴が開いた手なんですけども、なんだこの形は。他にはね、こんな感じのかっこいい感じのね、これもねグラデーション綺麗ですね、交換用のね靴ですね、これが付属しておりまして、あとムチですね、これ軟質パーツなんで、軟質というかねリード線が入ってんのかな、形をね自由に決めることができます。ムチです。ムチが入っておりまして、あと魔法ですね。これね、これすごくないですか。質感すごいっすよね。クリアパーツも使われていて、非常にね見栄えがいいですね。これすごいパーツだな。中の紙もねこんな感じで古びた感じになっていて、ちゃんとね書き込まれていたりとか、すごいですよね。こう1パース1パース気合の入り方がマジですごいです。これでね完成品なんで、箱からすぐ出して遊べるんですけども、これで7700円、さすがですよね。このメーカーすごいですよね。で、さっきのね軸付きのね手はですね、魔法の中央にこの穴が開いておりますんで、ここにねセットする感じで差し込んであげると、本をね持ったようなね感じにすることができるっていうね、そういう仕様になっております。でね、自由に形を変えることができるムチはここですね。ここで分解できるんで、分解してからこのね、なんかな形のね、手にねこうやって持たせて、で再度ね、差し込むと、これでね、手に持たせることができます。がっちりホールドできますね。で、いつも通りね使い勝手のいいね支柱がちゃんと付属するんですけども、これね差し込むところなんですけども、ですね、このね尻尾、ここを取り外して差し込んでもいいんですけども、この尻尾ですね、ちゃんと下側にですね穴が開いておりますんで、ここですね穴が開いてるんで、ここにサポートのねこのパーツを取り付けて、こんな感じでちゃんと差し込めば、尻尾をね取り付けた状態でも、安定して飾ることができます。ここでですね、全体の、造形がわかる写真をですね1枚撮らせてもらったんですけども、このね造形の美しさ、塗装の美しさ、そしてですね、なんというかこう非常にそこをクリアにするかっていうね、
パーツがね、こう織りなすラスティア様のね美しさ、まあ、これにですね、私もしかしてこれまでね、お姉様っていうのかな、そういうね、属性っていうんですかね、私あまりねなかったはずなんですけども、もしかして俺ってそっち側なんじゃないかってちょっとね何か目覚めそうなね、そんな気持ちにさせてくれるね、ラスティア様です。今ほんとね正面だけじゃなくって横顔とかもね、横から撮ってもですね、本当にプロポーションの崩れとか全然なくって、破綻してる場所がね全くありませんよね。これで可動フィギュアですからね、しかも可動範囲が広いっていう、本当にすごい製品ですよね。もう背中からもねこんな感じで、背中というかバックショットですね、もうどっから撮ってもお美しいですね。これはすごいですね。 RPG シリーズ第1弾、かなりねこれは、まあこれまでもね素晴らしい製品ばっかだったんですけども、いやさすがね最新作ということでね、かなりね、見応えのある一品になってるんじゃないかなと思います。ちょっとごめんなさい、興奮のあまりね音が割れておりました、申し訳ない。そしてですね、今回ですねこれ別売りパーツなんですけども、オプションフットパーツセットっていう、素足がね露出した足ですね、足首パーツ、こちらもですね今回送っていただきましたんで、こちらもね最後ご紹介しておきましょう。本当にあのねマニアックなパーツですよね。4種類ついてますね、普通の、足と全部ね綺麗にグラデーションかかってますね。でこっちはちょっとねつま先というか足先がねピンと立ったようなちょっと踏みつけというかね、そんなシーンに使えそうですかね。でこちらはこう微妙な差ですよね、ちょっとこう分かりますかね、足をちょっとグワッと開いた感じで、うん、なるほど、そんなパーツですね。でこれはなんだ、これどう違うんだ、めっちゃ反った感じですね。なるほどね、こんな感じの微妙なサイズ、ほんとこだわった、すごいマニアックすぎる。足がね4種類、別売りパーツで、これもね10月発売かな、予定されておりますので、欲しい方はねチェックしてみてください。こちらはね、公式の写真がめちゃめちゃお上手なんで、こちらね、使わせていただくんですけども、まあ、非常にセクシーになりますね。これいいですよね、本当にまあ、なくてもね全然成立するパーツなんで、別売りして、で本体の方はね価格を抑えるっていうね、こういう売り方個人的にはね賛成ですかね。はい、そんな感じでね、以上、スネイルシェル最新作ラスティアご紹介させていただきました。10月発売で、まあそろそろ出るかなと思いますんで、まあ、発売したらね僕の方からもね、まあ、X とかチャンネルコミュニティで告知したいと思いますんで、よければねチェックしてみてください。発売したらね皆さんもね、予約してない方はねお店の方をチェックしてみてください。今回は以上です。動画が良かった、参考になったと思っていただきましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願い。ちょ待って、いつも通りね、こんな感じでちっちゃい小袋に、手首のね、予備パーツですね。と、こんな感じのね、これなんだろうと思ったんですけども、これね、公式さんから教えてもらったんですけども、で、これ説明書にもなかったんでスルーしたんですけども、これね、両面テープですね、両面テープ。丸型の両面テープになってて、透明ですね。要は、このパーツがずれないように、貼り付けできるパーツでした。これ使ってれば、俺モザイクの処理いらんかったんやね。なんやねん。